バージニアはアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦。バージニア級原子力潜水艦の一番艦。艦名はバージニア州にちなむ。その名を持つ艦としてはバージニア級原子力ミサイル巡洋艦一番艦以来10隻目。バージニアは1999年9月2日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。2003年8月16日に リンダ・ジョンソン・ロブによって、命名、浸水した。2004年3月10日、11日にバージニアは、テムズ川に向けて12発の模擬魚雷を発射した。バージニアは2004年10月12日、アメリカ海軍2隻目の潜水艦であるホーランドの、収益104周年記念日に、海軍へ引き渡された。2004年10月23日に、デイビッド・ジェカーン艦長の指揮下収益し、 コネチカット州ニューロンドン海軍潜水艦基地に配備され、第四潜水船体に編入された。2005年11月23日、バージニアはタイテロ戦争支援の最初の展開を完了した。2006年1月12日にバージニアは、公試みご有用性検査のために、エレクトリックボート車でドック入りした。ありがとうございます。